Allora, andiamo a fare le boss della zona. It's time to face your opponent. さすが宇宙の帝王フリーザってところね。誰だてめえ。人造人間21号。21号だと。まさかこいつが。その様子だと私のことを知ってるのね。まだそこまで目立つことはしてないのに誰から聞いたのかしら。素直に教えると思ったか。 そう言うと思った。いいわ、自分で調べればすむし。軍のトップがわざわざ出向くとは私に幸福でも死ぬ気にしたか。<笑>まさか用があるのはあなたの中にいる人よ。ここまでフリーザの力を使いこなしてその上セルまで率いれるなんてあなたの本質は意外と大悪党なのかもしれないわね。 だそうですよ。私の体の中にいるあなた、よかったですね。おお、あなたも随分と分かってきたようですね。いずれあなたを我が軍の一員として迎えることにしましょう。それにしても私も知らない新しい人造人間が生まれているとは。 まさか、ドクター・ゲロも、蘇っているのか。いいえ、だって頼んでいないもの。あの人を蘇らせなくたって、研究所があれば目的は達成できるしね。つまり、私たちを蘇らせたのは、あなたということですね。 何の目的で蘇らせたのか知りませんが、ザコをリンクさせるとは悪趣味ですね。ああ、あなたのは計算外よ。本当は人工精神を使うつもりだったのに、おかげでいろいろ計画が狂っちゃったじゃない。ドクター・ゲロが考えそうなことだ。その目的は世界征服、宇宙征服。 そうね、私もくだらないと思うわ。ドクター・ゲロなんて正直どうでもいいけど、宇宙征服ができると私も都合がいいの。そのためにはあなたたちみたいな強い戦士が必要だったのよ。クローンなんかにはないオリジナルの強さを持ったあなたたちが。私たちを顎で使う気だったわけですか。 いろいろ話していたら、なんだかお腹が空いてきちゃったわ。何をふざけたことを。そういうわけだから、美味しくなーれ。これは、そんな、さっきまで人間だったんだぞ。 私と同じ生体エネルギー吸収タイプなのか。やっぱりクローンはいまいちね。100点満点中13点ってところ。成長促進剤のせいかしら。ちょっと薬品臭いのよね。早めに戦える状態にしたかったから多めに入れたんだけど。<笑>あなたたちは どんな味がするのかしら。<笑>なるほど、私たちも食べるつもりですか。18号、出番よ。
ジオ少しは楽しませてくれるんだろう。ああ、ちゃんと体は残しといてね。じゃないとお菓子にできなくなっちゃう。どこまでもふざけたやつ。この私を餌扱いなど許しませんよ。Perfetto, non bisogna lasciargli spazio. Perfetto. Forza. Nappa. Alla? Mo o shimai? Tsugi wa kisama no ban da. 21号。面白い冗談ね。本気で語ると思ってる？冗談かどうかはすぐに分かる。もっとも分かった時に言うわ。貴様はスクラップだがな。スクラップって、私はメカタイプじゃないのよ。1号がこんな形で役に立つなんてね。21号のあの顔、どうやらろくでもないことを考えていますね。お願い、やめてください。この人だけでも助けて。バカか、あいつ無防備じゃねえか。隙だらけだぜ。何のつもりか知らんが、死にたいのなら望みを叶えてやろう。18号さん、フリーザ、それにセルまで。この野郎、よくも俺の嫁さんを。消えんな。なるほど。21号、それが狙いですか。どっちが生き残るか見ものね。おお、誰かと思えば孫悟空とクリリンじゃないか。おめえはセロ、それにフリーザ、おまけにギニューまで。おい、俺のことを忘れてるぜ、カカロット。ああ、おめえはベジータと地球に来たナッツだったか。ナッパだ、ふざけやがって。18号さん、完全に意識を失ってる。あなたはこの人の知り合いですか。すみません、彼女は私を守るために。ふん、
白白しい芝居をする女め。まあいいだろう。全員まとめて倒せばいいだけの話だ。むしろ孫悟空と戦うチャンスが早く巡ってきたと喜ぶべきか。罪もない人を襲って18号さんまで、お前たち絶対に許さないぞ。被害者のふりをして私たちを戦わせるのが狙いのようですね。しかしこれはいい機会です。あのサイヤ人には大きな借りがありますから。たとえこの状況があの女の思惑通りだとしても、叩きのめしてやらなくては気が済まないのですよ。そうです、私を怒らせてもいいことなど何もありませんからね。あなたは黙って言うことを聞けばいいんですよ。この日をどれだけ待ち望んだことか。積年の恨み晴らさせてもらいますよ。孫悟空に借りがあるのは貴様だけではない。孫親子は私の手で始末する。孫親子そういえばあなた、奴の息子孫悟飯に敗れたそうですね。それも随分と子供の頃に。そんなあなたが孫悟空に勝てるとでも言うのですか。はあ、その孫悟空に二度も負けたのはどこの誰だ。おやおや、聞き捨てなりませんね。先にあなたを始末してもいいのですよ。貴様が私に勝てるとでも。面白い。頼むよ、何でもいいから早くしてくんねえか。決めらんねえっちゅんなら二人いっぺんでも俺は構わねえぞ。私たち二人一度に相手するだと。孫悟空、相変わらず口の利き方を知らないようですね。やはり始末するのは奴が先です。なら、どちらが先に孫悟空を倒すか勝負といこうじゃないか。いいでしょう。ですがその勝負、勝つのは私です。